元彼がシナリオ好きで、タイトル俺を諦めきれない彼女たちと俺の複雑な胸中、それに無理やり動員されていました。最後は彼から振られたんですが、こっちから別れを切り出すと仕返しされそうで嫌だったので、相手から言ってくるのを待っていた節もあっての別れでした。しばらくしてから連絡がありました。あの時は君の気持ちを受け止められなくて、俺ってダメな男だよね、会いたいって何度も言った君の顔を思い出すと胸が痛い。会いたいとか連発してないし、誰かとお間違いみたいだし、全て妄想入ってそうだしと、俺を好きな女へ慰めのポエムメールでした。そこでピンときたんですよね。そういえば当時元彼の元カノが何度も連絡してくる。泣いてよりを戻してほしいと言われる。俺もどうしていいのかわからないと言っていたこと、あれもナルシストの妄想か演出だったのだろうなと。今度は私がそれに動員されるわけか。そもそもは自分から返信を求めておいて、悪いからと少しでも優しげな返信すれば、俺を忘れられない女に配役されてしまうのか。姑息なやり口。彼はいやー行かないでええを期待していたんでしょうが、当時私は元彼女も辛そうだし、そういう相談は私じゃなくて友達にした方がと、彼の台本ぶち壊しの思いっきり KY な発言をしていました。今回彼からのメールの返信には言っていることが全くわかりません。心配をかけてるみたいだけど、結婚してとても幸せですとだけ返信。格好悪かったのか、彼からはもう返信いりませんと変なテンションのメールが来ました。ああすっきりした。